おいおいおい、ちょっと待って、みんな聞いて。マジで聞いて。忖度なしで、今年のオフの補強、各球団の補強を見直してみたんやけど、ほんまに忖度なしで、ジャイアンツチャンネルやからとかじゃなくて、一番ジャイアンツがうまく補強してる説、出てきてるんよね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人ちゃうよ。5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思うんですけれども、今日はですね、まあ冒頭で今言いましたけども、オフね、毎年毎年プロ野球っていうのは、補強するじゃないですか。で、僕、補強を、まあ、まだすると思うんですけども、補強をいろいろ見直してみたんですよ。12球団の、今オフの、補強をね、見直したんですよ。そしたら、一番うまく補強やってんのが、ジャイアンツ説っていうのが出てきまして、で、今日はですね、僕が思う、まあ、あくまで個人的に思うことですけども、一番ね、補強をうまくやってる球団ベスト3を選んできましたんでね、ぜひね、皆さんに共有したいなというふうに思っております。はい。じゃあまあ、早速なんですけども、まあ、我が、呼び入る巨人軍というところで、まあ、別に本当に忖度してないですよ。忖度してなくて、今からちゃんと理由ちゃんと言いますんで、皆さん聞いておいてください。で、まあ、補強、コンオフの、補強ベスト3の球団というところで、まあ、僕の出した結論はですね、1位がジャイアンツ。で、2位が、中日。で、3位がヤクルトなんちゃうかなと。いうふうに僕は、結論付けました。補強をうまくやってる球団ね。ベスト3。1位巨人、2位中日、3位ヤクルトという順番で、僕は、結論付けました。はい。でですね、じゃあ早速ね、お前忖度してるやろと。お前巨人好きやから、お前巨人が一番補強うまいと言ってるだけやろというふうに思ってる方、思われる方ないらっしゃると思うんで、こっからきっちりね、はい、誰が出てったとか、誰が入ってきたとか、どんな役割をしそうだとか、そういったところを含めて、ちょっと皆さんに解説していきたいなというふうに思っております。じゃあまず、第1位の、巨人から、見ていきたいと思うんですけども、まあまず巨人はですね、まずはじめウォーカーを出しまして、ソフトバンクから高橋投手と泉投手を獲得しました。で、近藤、投手をですね、オリックスの近藤投手を金銭トレードで、獲得しました。で、馬場投手ですね。阪神の馬場投手を現役ドラフトで、獲得いたしました。で、最後、まあ、またジャイアンツもしかしたら補強する可能性あると思うんですよ。右の外野手であったりとか、右の強打者を取るっていう説が、まあ、僕の中では濃厚になってきてるんで、まだ終わってないと思うんですけども、まあ、今、現状一番最後で取ったのはケラー投手ね。これも阪神から、自由契約となってましたところ、まあ、メジャーに行くのか、っていうところをすごく言われたんですけども、ジャイアンツに、ましてやその、ライバル球団のね、タイガースから取ったというところで、すごい、契約だな、というふうに個人的には思いました。はい。でですね、ちょっと一個一個解説していきたいなというふうに思うんですけども、まず、ウォーカー選手ね、非常にね、明るくて、巨人でもね、ムードメーカーというかね、非常にいい外国人だったな、というようなところはあるんですが、まあ、バッティングはね、すごくいいものを持ってると思いますし、僕は、もしかしたらポランコ、ロッテで、ホームランを2023年取りましたけども、僕はポランコよりも、ウォーカーの方がバッティングいいんちゃうかというふうに個人的には思ってます。はい。まあちょっとね、変化球をワンバンめちゃくちゃ振っちゃうとか、まあポランコもあったんですけども、セリーグの時。うん。でもウォーカーもね、当たればマジで、どこまで飛ぶねんっていうぐらい飛ばすんで、まあ、ソフトバンクに行くっていうところで、まあ、ペイペイドーム、まあ、広いですけども、まあ、数年前にテラス作って、少し狭くなってるっていうところがあるんで、非常にね、ホームランも期待できる球場にはね、昔よりはなってると思うんで、
そういったところでね、非常に、大きいかなと。ホームランを取れる可能性もあるんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。で、まあ、ウォーカーもですね、非常にバッティングはいいと。打棒の方、棒の方はすごくいいというふうに言われてましたけども、やはり、まあ皆さんも分かってらっしゃる通り、やはり守備がね、相当課題というかね、特にスローイングというところがね、もう、もう中学生が投げた方がいいんちゃうかと、いうぐらいの正直スローイングなんですよ、僕から言わせるとね。で、そういったところで、やはりなかなか DH のね、ないセリーグで、まあウォーカーをスタメンに出すっていうところは、まあレフトというポジションでね、まあワンヒットでまあ、ランナー二塁からまあ変えられるというかね、まあタダで行ってんじゃないですけども、っていうところを、なんていうの、抱えながらね、出さないといけないというところがあるので、非常にセリーグ向きではなかったというところが、正直なところあるかなというふうに思います。で、そのウォーカーを一人出して、まあ一人ピッチャーいいの取れたらいいかなというふうな感覚だったんですけども、そこでこのウォーカーを出して、高橋礼投手とね、泉投手を取れたっていうのは非常に大きかったというふうに思います。まあ、高橋礼投手に関しては、まあ、アンダースローでね、まあ、なかなかセリーグにはいないと、いないというところで、非常にね、まあ、先発でやると思うんですよ。うん。安倍監督の発言を見ると、先発でやると思うんですけど、まあ、その非常にハマればね、うまくいく可能性は、十二分にあるんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。で、泉投手はですね、昨年か2023は良くなかったんですけども、まあ元々力のある、リリーフピッチャーというところで、まあソフトバンクでやってましたし、まあ安倍監督もね、まあ非常に期待してるというふうに、リリーフピッチャーの中でね、二人名前を挙げたうちの一人に入ってたんで、非常にね、来季ね、ジャイアンツに来て大化けしそうな感じはあるのかなというふうに思います。で、近藤投手はね、金銭トレードで取れまして、まあ近藤投手もね、まあ大勢投手とね、まあ、自主練を行ってたりとか、今しますけども、非常にまあ、球が強くて、奪三振率が高いというピッチャーで、まあ、オリックスに関しては結構もう、投手陣が溢れてるというか、若手に関してもすごくいいピッチャーがいるというところで、なかなかね、2023年はなかなか登板がなくて、あまりでしたけども、まあ、巨人に来てね、大化けする可能性は、まあ、大化けかわかんないですけど、まあ、経験があるしね、というところで、非常にね、頼りになるんじゃないかなというふうに思ってます。で、馬場投手ですね。ここも現役ドラフトで、ジャイアンツが、まあ現役ドラフトで一巡目でね、引けたっていうのは、まあ匠とね、まあもう一人野手を、第二候補というかね、出してたんですけども、まあおそらく匠のね、評価が高かったからこそ他球団のね、手がいっぱい上がったからこそ、ジャイアンツが一番最初に引けたっていうのがあるんで、まあこれは匠が言ってたんですけども、まあ電話した時に、誰やったかな、吉村さんに、ありがとうというふうに、言われたらしくて、まあそれはですね、ジャイアンツでしっかり、まあ匠がね、頑張って、まあ一軍でめっちゃ試合出れたかって言われるとそうではないんですけども、しっかり二軍でもそうやし、一軍でもね、まあ腐らずにやってたっていうところで他球団もね、そこを見て、たくさん手を挙げてくれたからこそ、一巡目にね、馬場投手を、引けたというかね、取れたっていうところがあるんで、感謝を述べられたっていうふうに電話で言ってたんで、そういったところでね、馬場投手がね、来季、覚醒するというか、もともと力のあるピッチャーだというふうに思ってるんで、まあ、器用貧乏だっていうふうに、まあ、コメントでね、YouTube のコメントで、おっしゃってる阪神ファンの方もいらっしゃったんですけども、まあ、環境が変わればね、本当に大化けする選手、特にピッチャーなんかっていうのは本当にあると思うので、まあ、ドイツリーグとはいえね、非常にね、使い方とかね、使われ方とか、起用法とか、まあ、そのチームの雰囲気とかで、ほんまに化ける選手って、もう今まで数多くいましたから、そういった、大化けするうちのね、一人になっていってほしいなというふうに個人的に思ってます。で、最後は、ま、先ほど言ったケラー投手ですね。ま、自由契約で、僕はメジャーに行くんちゃうかなと、いうふうに言われてたし、僕もそういうふうに思ってたんですけど、もう、完全ノーマークというかね、全く巨人に入ってくれるとは思ってなかったんですけども、そこでしっかり取れたっていうところでね。やはり馬場戦、まあ、これちょっと、あれなんですけど、阪神ファンの方がね、馬場投手が行った時の反応と、ケラー投手が行った時の反応っていうところで、非常にケラー投手が行った時の反応がね、おいおいっていう感じの、雰囲気があったんで、やはり阪神ファンの方の中にも、ケラー投手っていうのは、まあ良かったという風な印象があるからこそ、そういう風にちょっとね、おい、巨人かよ、みたいな、おいおい、自由契約、帰ってくんちゃうかと、メジャー行くんちゃうかという風に反応されたのかなという風に、思います。はい、まあ、要するにですね、まあ、ピッチャーをね、たくさん補強したっていうことです。
まあジャイアンツはですね、今年ほんま、投手陣崩壊しましたと。特に中継ぎのに関してはですね、もう終わってたというところがありましたんで、やはりそのウィークポイントっていうのをしっかりこのオフね、まあたくさんね、1、2、3、4、5人ピッチャーをね補強したっていうところは非常にね、まあ来期ね、安倍監督が1年目というところでしっかり戦力を整えて戦わないと、戦わせてあげないといけないというところの気持ちの表れもあるのかなというふうに思うし、しっかりね、そこをね、まあウォーカー選手、まあもともと使い道がなかったっていう言い方あるんですけども、非常にね、あまり金額がね、前みたいに、昔みたいに FA でね、何億っていう感じで出してるわけじゃなくて、非常にうまいトレードをやったりとか、まあ、交換トレードなんかで、非常にこう、うまくね、まあ、マネ活じゃないですけども、非常に節税じゃないですけども、きれいにというか、正しく、ちょっと表現ないですけども、まあ、しっかり、使ってるなっていう、うん、いい感じで、こう、コスパよく頑張ってるなっていう感じはするので、僕は1位かなというふうに思いました。で、ちょっとね、右側見ていきたいと。僕もちょっと移動したいと思うんですけども、ここ見えますかね？大丈夫ですかね？この辺で。はい。で、僕2位が中日なんですよ。で、中日はね、まあ皆さんね、まあ中田翔選手が行ったからっていうところあると思うんですけども、まあやはり、まあ中日もね、もうガタガタですわ、正直言うとチームとしたら。うん。なかなかね、入館も、キャリアのある選手というかね、バチッと肯定できてないというところもありますし、まあ主軸というところも、まあ石川選手であったりとか、ね、期待できるような選手はいるんですけども、やはりね、まだそこまでその、なんて、一人立ちできてないというところがあるんで、そういうところを含めて、まあ中田翔選手ね、巨人で自由契約になったっていうところで、2年の候補かな、うん、っていうところで、まあ主軸を期待してると思うんですよ。まあ4番を打つのか、まあ5番を打つのかっていうところ、まあそのあたりだと思うんですけども、まあ中田翔選手がね、今年も15本ホームランっていうのかな、巨人で。うん。腰痛であったりとか、肉離れであったりとか、まあカズマがファーストに行ったりとか、まあいろいろな、ありましたけども、まあ出場数もね、巨人ではなかなか、得られないと。で、まあ、来季も、まあ、確約されてるのがね、ショート、門脇、サード、坂本、ファースト、岡本というところで、まあ、ファーストしかほぼ守れないんで、そういったところで、まあ、試合に出れないだろうというところもあって、まあ、出たと思うんですよ。ただ、そこでね、中日がね、まあ、先ほど言ったように、なかなかこう、芯がないというか、軸が、チームにいないというところが あるんで、主軸がいないというところがあるんで、巨人ではもしかしたら2番手のファーストか3番手のファーストぐらいの扱いだったかもしれないですけども、まあ打撃にはやはりまだ力があるというところで、まあ立浪監督がしっかり評価して、まあ来季ね、まあ4番か5番を打つんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。まあ非常にチャンスに強いバッターなんでね、ジャイアンツ戦もですね、まあ逆にこう、まあ手の内が分かってると思うんですよ。うん。中田翔選手はここが打てないとか、こういう癖があるとか、いうのは、お互い分かってると思うんですけども、そこをね、逆手にね、ベテランの読みであったりとか、そういったところで非常にね、なんかうまくやられそうな感じが今予感的にするんで、来季ね、非常に警戒するバッターの一人じゃないかなというふうに思います。で、まあ、中島さんであったりとか、上林選手であったりとか、安さんであったりとかね、獲得していますと。で、まあ、中島選手に関してはですね、まあ、中島さんもファーストっていうところで、まあ、中田翔選手がおそらく出ると思いますし、まあ、ビシエド選手もいるっていうところで、まあ、なかなかこう、ファーストでっていうところは、まあ、そんなに、頻繁にないのかなというふうに思ってまして、まあ、おそらく代打の切り札というかね、そういった、起用法になるんじゃないかなというふうに思ってます。で、上林選手に関しても、僕まあ、非常にこの、僕がやってた時に2020年かな、フェニックスリーグで上林選手を初めて見たときに、僕同級生なんですけど、あ、すごいなと。あ、僕確か、サンマリンで、センターの横かな。センターの横ぐらいにホームラン打たれたんですけど、非常にインパクト強くって、リスク強くて、足も速くて、守備も良くて、3秒ストローってすごくいい選手だなというふうに思ってたんですけども、まあ、ソフトバンクでね、なかなかこう、目が出ずというか、こう、まあ、いろんな苦しんで、まあ、戦力外になってというところで、まあ中日でね、拾われてっていうところだと思うんですけども、まあ僕は非常にポテンシャル高い選手だと思うし、まあやって、くれるというかね、やる可能性は非常に高いかなというふうに思うんですが、あまり過度な基準じゃない、過度な、期待をね、しすぎちゃうと、まあやはりソフトバンクでもまあ、なんて言うんだろう、
つかみ取りそうでつかみ取りきれなかったっていう感じがあるんで、まあ、能力がすごくある選手です、ではあるんですけども、そこを過剰に、期待しすぎるとね、ちょっとね、裏切られてしまうというか、そういう感じのこともあるので、まあ、非常にいい選手なんですけども、まあ、入ってくれてよかったというところのスタンスの方が僕はいいのかなというふうに思ってます。で、まあ、やはり左の強打者って書いてますけども、なかなか中日の左の強打者って言われたら、誰って言われたら僕、思い浮かばないんですよ。岡林選手は強打者っていうか、どっちかというと高打者というかね、ホームランはなかったりするんで、左でホームラン打てるようなバッターっているかって言われて、まあ、もしかしたら中日のファンの方見てたら、いるわっていうふうに思うかもしれないですけども、ジャイアンツファンからと、するとですね、誰がいんのっていう話になるんで、そういったところで、まあ、左の強打者っていうところのウィークポイントの補強にもなってるんかなというふうに思います。で、最後、ヤスさんね、まあ、ユーティリティというふうに書いてますけども、まあ、先ほど言ったように、なかなかこう、二遊間とかね、まあ、キャリアがない選手が多かったりするじゃないですか。まあ、来季、ショートがリューク選手なのか、田中美希也選手、僕、田中美希也選手は非常にいい選手だと。思うんです。まあ、ちょっと話、脱線するんですけども、まあ、アジア大学とね、試合した時に僕、非常に、三軍戦かな、やった時に、一番ショートかなんかで出てて、田中くんがまだ2年生か3年生ぐらいやったんかな ?1年生か2年生ぐらいの時だったんですけど、非常にね、素晴らしっこいし、めちゃくちゃ、バッティングパンチ結構あるし、非常にいいなっていうふうに思ってて、まあやはりプロ来たかと。まあちょっと病気があったみたいなんで、順位はこう、下位の方になってたと思うんですけども、もしそれがなかったら、普通に上位候補があるぐらいね、まあ背ちっちゃいんですけど、僕よりちっちゃかったかな。ちっちゃいんですけど、非常にね、いいバッターなんで、まあ中日ファンの方がね、非常に期待してるっていうのがわかりますし、まあ確かに、期待するのはわかるんですけども、やはりね、まあそう、こういう安さんのようにユーティリティでね、どこでも守れるっていう選手がいた方が、まあ、ベンチにとっても、安心だと思うので、非常にね、ウィークポイントというところを、しっかり補強できているんじゃないかな、というふうに僕は、一日思ったんで、2位にさせてもらいました。で、最後なんですけど、3位僕、ヤクルトだと思うんですよ。で、なんでヤクルトっていうふうに思ってる方いると思うんで、ちょっと今から説明していきたいんですけど、まずヤクルトって、まあ僕、このチャンネルという巨人をメインに取り扱ってて、僕先ほども言いましたけども、巨人、ピッチャー崩壊してたよ、というふうに言いましたけども、実は、言ってないだけで、ヤクルトも崩壊してるんですよ。中継ぎもそうですし、先発もそうなんですけど、防御率確か、先発リリーフ集めた全部の、確か防御率、で、一番最下位なんですよ。で、巨人はリリーフの防御率が、ワーストなんですよ。ワースト1なんで、ヤクルトの投手陣も結構やばいんですよ。で、その中で、加山投手ね。まあ、去年は、2023はあまり良くなかったと思うんですけど、その前までは6年連続50試合ぐらい投げてたと思うんですよ。確かね。っていうところで、まあ、実績もあるし、経験もあるというところで、非常にね、左の中継ぎっていうところの、ウィークポイントに、ぴったり当てはまるんちゃうかなというふうに思ってます。まあ、左の中継ぎ、ヤクルト誰って言われたときに、山本投手しか出てこないんですよ。僕、ジャイアンツファンの僕からすると、山本以外いるかっていう風な感じになるんで、そういったところで、その、まあ、ソフトバンク戦力外になってますけども、非常にそういったところでね、まあ、キャリアあるし、実績もあるというところで、まあ、すごくこう、まあ、サイドハンドから投げますし、左バッターはなかなか、打ちづらいやろうなという風に思うんで、そういったところで非常にね、いい、補強になってるんちゃうかなという風に思います。で、つい先日あったんですけども、この元山選手、内野手の選手と、宮川選手ね、西武の宮川選手の交換トレードあったんですよ。で、宮川選手も、まあ、今季は先発やってたんかな、先発やってて、で、もともとね、リリーフで40試合とか投げてたピッチャーなんで、まあ、来季どっちで、ヤクルトで起用するのかなっていうのは、ちょっとね、興味深いんですけど、まだわからないんですけど、でもまあ、どっちにしろね、まあ、ピッチャーっていうところで、弱点があるので、ヤクルトに関しては。そういったところで、まあ、どちらをやるにしても、非常にね、いい補強になったのかな、というふうに思います。で、まあ、西川選手ね、まあ、西川春樹選手ね、楽天から取りましたけども、まあ、西川春樹、まあ、僕はあんまりいいなとは思わないんですけども、まあ、ヤクルトの今外野を見てると、サンタナか。
レフト3タナぐらいしか固定できてないっていう現状があるんで、まあ3タナの、スペアになるのか、まあどこかのね、まあ塩見選手がセンター行ってっていう形になるのか、わからないですけど、まあ塩見選手がね、結構体の状態が不安定っていうところがあるんで、まあ僕はそういうスペアになるのかなと、代わりになるのかなっていう感じはしてるんですけど、まあ状況によっては、まあキャリアもあるしと、まああんまり打率とかもあんまバッティングが良くないです。まあ足は速いですけども、っていうところで、まあそのウィークポイントではあるので、そこのね、しっかり補って、くれるのかなというふうに思います。で最後ね、まあ僕は一番仲いい匠なんですけども、まあ現役ドラフトでね、取って、まあいろいろ僕は電話でよく話したりするんですけど、まあ僕は彼にそうやって言ったのは、ヤクルトチャンスやろと。俺まあいつもジャイアンツで見てるけども、ヤクルトの内野手、ちゃんと決まったやつおらんぞと。村上も、僕ここから正直言いますね。村上も、まあ確かにバッティングはいいけど、守備結構お粗末やし、あれメジャーで言ったら結構きついなって感じはしてるし、で山田哲人も、まあ確かにまあ主軸やし、もう看板チームのね、顔の選手ではあるけど、やはり成績もね、下降気味やし、セカンドっていうポジションで、ね、なかなか俊敏性もね、僕は落ちてきてるのかなっていうふうに思うので、まあショートでやったりとか、っていうところ、もしかしたら僕、まあこれはあんま言わん方がいいかもしれないですけども、まあ村上選手もね、メジャーを見据えて、外野の練習も、開始するっていう風に、まあ聞いたんで、そういったところで、じゃあもしサード空きますと。で、ショートも、ね、長岡か。長岡とかもいるけど、長岡も結局2割3分とかでしょ？確か2割3分くらいだと思うんですけど、で、まあ、あんだけ使ってもらってるけど、なかなかこう、レギュラーって言われるぐらいできてないっていう、併用されたりしてるんで、じゃあお前めっちゃチャンスやんけっていう話をしたんで、正直。今、もうまんまそれ話したんですけど、っていうところで、まあ、現役ドラフトっていう形だったかもしれないですけども、まあ、やはりね、ヤクルト球団をね、匠必要だというふうに言って、取ったわけですから、使いたいとかね、使えると思って取ったわけですから、そういったところで、確実にジャイアンツの時よりチャンスやし、出場機会ね、絶対増えるぞと、頑張れよっていう風に、まあ言ったんで、僕はほんまにそうやって思うし、まあ匠自身もね、そうやって言ってたんで、頑張るわって、ほんまチャンスやと思うしって。で、その後にこの、本山選手ね、この内野手でしょのトレードがあったんで、また、内野手というかね、減ってるわけじゃないですか。うん。だから、よりね、一層ね、チャンスだと思うんで、僕は、ね、特に、同期入団やし、同級生やし、っていうところで、まあ、頑張ってほしいなっていう気持ちはめちゃくちゃ強いですね。はい。ってなことでね、ヤクルトも、意外と、影が薄いかもしれないけど、非常にね、いい補強できているというところで、僕は3位に選ばせてもらいました。でですね、じゃあ他の球団どうやねんというふうに思われる方いらっしゃるんで、ちょっとお話ししておくと、ですね、オリックスか。オリックスが西川、を取りました。うん。西川取って、大きいじゃないかというふうに思われるかもしれないですけど、やはり山本由伸投手と、山崎幸也投手が出てってるっていうところがあるんで、まあ、五分五分というか、まあ、むしろマイナスかなっていうところ、やはりピッチャーがね、勝敗の分けるウェイトは大きいと思うので、マイナスかなっていうところで選びませんでした。で、ソフトバンクにしても、まあ、山川選手ね、補強してますというところもあるんですけども、まあ、山川さんと、ウォーカーかっていうところあるんですけども、やはり、こう、ジャイアンツだったりとか、今挙げたチームの方が、数もそうやし、自分たちのウィークポイントをしっかり補えてるというところで、ランクインしませんでした。で、日本ハムとかもあると思うんですけど、日本ハムも、やはり、日本ハム山崎幸也投手取ったんですけども、上沢投手がやはり出てってるというところがあるんで、まあ、五分五分か。まあ、外国人もね、先ほど速報でね、取ったっていうのもありましたけども、まあ、やはり外国人が、活躍してくれるかっていうのを、なかなか難しいんで、そういったところでね、日本ハムも、ランク外というふうに僕は、まあ、ちょっとね、これ忖度というか、まあ、僕の個人的なね、感覚も含めてるんで、ちょっとそれは、どうなのかなっていうところはあるかもしれないですけども、まあ、あくまでね、僕は、1位ジャイアンツ、2位中日、3位ヤクルトっていう順番で、今年ね、うまく、コーンオフね、補強できているんちゃうかなというふうに思ってます。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、まあ、
オフっていうのはね、やはり補強の話とかって、やはり、楽しいじゃないですか。誰々、ああ、そこ行くんかとか、誰やこの外国人とか言って、YouTube で検索したりとかすると思うんですけども、僕も非常にね、昔から好きで、こういう企画ができてね、非常に嬉しく思いますし、またね、いろんなこう、面白い企画というかね、皆さんがこう、見たいな、クリックしたいな、とか聞いてみたいなって思うような、企画をね、毎日出していこうというふうに思いますんで、ぜひね、企画案のね、まあ、僕はすごく自分で考えてますけども、こんなことどうですかとか、こんなこと聞いてみたいですとかいうコメントでもいいですし、まあ、この、僕が今言ったような、ことに対して反論とか、まあ、批判でもいいですし、まあ、どんな些細なことでもいいので、思ったことをね、ぜひね、書き込んでいただけると非常に嬉しく思うので、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。